んにちは。ということで始めていきます。今日もよろしくお願いします。こんにちは。ということで、じゃあまず1人目、また買った順かな、これ。1人目、どんちゃん、ありがとうございます。どんちゃん、違うやつ。1人目、どんちゃん、ありがとうございます。今日の写真はこれです。どんちゃん、ありがとうございます。何のやつだろう、これは。あれかな、あの日から僕らは変わった。あの日から僕は変わった。続いて、かつやさん、いつも買ってくれてる、嬉しい。ありがとうございます。勝也さん、今日もありがとう。続いて、山口県のウッチーさん、山口県のウッチーさん、ありがとうございます。あ、いらっしゃった、サインありがとうございます。続いて、アキアンさん2枚、アキアンさん2枚、ハートいっぱい、オッケーオッケー。なんか生写真曲がるんだけど、ありがとうございます。アキアンさん2枚、ね、なんか生写真が曲がってる、曲がる。熊野さん、熊野さん、熊、筆圧じゃないんだよね、見て、なんか曲がってるの。熊野さん、ありがとうございます。ありがとうございます。続いて、猫さん、猫さん、
猫。ありがとうございます。猫さんもいつもありがとうございます。イイ。続いてボンレスハム太郎さん。ボンレスハム太郎さん、最後の方だ。鍵閉めだ。ワッフルパンさん。次、こたつ猫さん。こたつ猫さん。
ばりないかな。畑松さんはね、夜来てくれるイメージ。仕事かも。ありがとうございます。3枚ありがとうございます。畑松さん、ありがとうございます。ね、お仕事もすんだ。続いて、おてもちゃん。おてもちゃん、ありがとうございます。大切に飾らせていただきます。やった、ありがとうございます。お話し会とかも来てくれてありがとうございます。ありがとうございます。続いて、春夢さん。春夢さん、10枚イエーイ。あ、いた。あ、よかった、お仕事かと思った。お任せします。はい、
なんかないの、なんか好きな動物とか。ウサギ、ウサギか。2分30秒どうぞ。あ、休憩中。そっか、お昼。のうちの10、あ、周りに人がいすぎてコメントしづらいの。あら、あ、もちこちゃんいいね。もちこちゃん、かわいい、ありがとうございます。何枚描いたっけ。でっかいサイン。でも私がね、でっかいからさ。あ、そう、サイン全部描いてるんだよね、今日、昨日。ありがとうございます。10枚1,2,3,4,5,6,7,8,9,10、ありがとうございます。10枚、ありがとうございます。イエーイ、お仕事頑張ってください。ここからもきっと次回も10枚だろうからって、そんな圧を。ありがとうございます。ありがとう、ありがとう、ギフトもありがとうございます。頑張ってよ、お仕事。次、藤原正幸さん、めっちゃ本名。Thank you.
がとうございます。星原雅之さんありがとうございます。いいね、なんかこれ本名かな、本名呼ぶ機会ってないからさ、本名呼ばれることないじゃん、新しい。次、こじこじさん4枚、こじこじさん4枚。
て文豪さん、文豪さん、ありがとうございます。文豪さんいるかな、いないかな、ありがとうございます。最近全然見てないな、 生の文豪さん。次、大和さん、いらっしゃった、ありがとう、毎回さん歌ってくれて。続いてまいちゃん、まいちゃん、学校なのかな、あ、違うか、日曜日だ。ありがとうございます。次、東京さん2枚、東京1068さん、1068さん、ありがとうございます。イエーイ、2枚ありがとうございます。サッカー好き、ありがとうございます。続いてマサタッカーさん、マサタッカーさん、ありがとうございます。春っぽいもの、こんにちは、サイン会なのです。次、みーくん、みーくん、ありがとうございます。みーくん、今回もありがとうございます。続いて、たかのりさん、たかのりさん、いらっしゃらないかな、ありがとうございます。
あ、新幹線？新幹線何？新幹線をかけってこと？それどういうこと？新幹線でっていうの。ありがとうございます。あ、かけってこと？新幹線？サイン買わない主義だったから。次、大阪さん、大阪さん、してください。次、ジュリボーさん、ジュリボーさん、ありがとうございます。いるかな、田中美穂さん。あ、いた。イエーイ、ありがとうございます。ジュリボーさん、また待ってます。次、ふっくらごはん、ふっくらごはんさん、今日は本当にいないね。いつもいないよって言ってくれるんだけど、ごはんさん、ありがとうございます。なんかよくわからない、ありがとうございます。いないわ。次、リチャさん、リチャさん、あれはツルピカの絵。いないかな。ありがとうございます。
ちゃいます。昨日あ、いた、ありがとうございます。今日も昨日リカちゃんをもらった、ありがとうございます。次、メッツさん、メッツさん、今日ヒョウのねコスプレを買いに行ったの、朝ドンキに。売ってなかった、売ってなかったの。お任せ。じゃあもうこれで、もうトラさんといえばコスプレだからね。そう、売ってなかったんだよね。ありがとうございます、トラさん。黒髪ロング宣言、まあ、書いてないけど切らないから大丈夫。次、トヨヨさん、トヨヨさん、全身タイツにするか迷ったんだよね。けどやめた。最後、ヤスルパンさん、ありがとうございます。最後です。今日はサイン書いてたからいい感じだ。タイツ4000円ぐらいするんですよ。だからアマゾンで買った方が安いなと思って、今度なっちゃんと一緒にしようねって言ったの。アマゾンの方が安かった。全身タイツ4000円だったから。もじもじくん、エスルパンさん、ありがとうございます。ああ、文部さん呼ばれた。ってことで、サイン会は以上になります。今日は、今日の私服は適当です。やっぱね、私のファンの方ね、ストレートが好きって方が多いから、今日はストレートにしました。いつも巻いてるんですけど。どっちが好きですかね。ストレートと巻き。ただサインするだけだから、ただっていうかね、なんかテーマないからさ、適当に着てきた。今日はストレート。
レートが好きだよって方がね、なんか、ほら、ストレート好き。なんもないよ、本当になんもないよ。何も求めてないだろうけど、マジでなんもないよ、撮ってるところで。そう、なんもないの。なんもないから。なんもないの。ことで、壇上読んで終わります。壇上何があっても困る。そう、ズボン履いてないとかさ、履いてるんです。では13位ポニテになったヒゲのマサさん、12位ミニマロンさん、11位おてもちゃん、10位トラさん、9位エリックさん、8位服部さん、7位マサさん、6位ロボリンさん、5位ジャクソンさん、4位リカド研究所さん、3位アキヤンさん、2位スーヤンさん、1位ヤスルパンさん、ありがとうございました。センスいい、嬉しい、褒めてくれるの。0888ヤスベさん、服部さん、ありがとう、ギフトありがとうございました。ということで、この後お話し会をよろしくお願いします。ツーショットもハート、じゃあ終わります。ちょっと早いけど。ということで、また夜も配信するので、またねー。